贈呈式とかいろいろ見ましたけども、お金とかそういうのじゃなくて気持ちが全部だと思いますの でやっぱり自分らは好きなことをしてお金もらったり、もらったりというか自分らも出して現金にして100回目までできたのは、ここにいるお客さんもそうだし、自分ら出演者の方々の力とかやる気とか優しさとか全部必要だったことだと思います。本当にありがとうございます。最後の最後までこの気持ちを、何と言いますか、これ終わっても支援のこととか忘れないように生きていきたいと思いますんで、どうぞ今夜は付き合いしてください。じゃあ次の曲いきます。